刻は午後6時を回りました。改めましてこんばんは、タモリです。こんばんは、堂ひろ子です。そしてもう一人、プロ野球キャンプの取材にはスポーツ部から戦力外通達をされたというこの男です。そんなことはないですから、ちゃんと3週目に行きますんで。どうも、日本放送の深田です。よろしくお願いします。おぞんちゃん、違います、違いますよ、違います。びっくり業界伝説、今週は福永アナがタモリさんに挑戦します。電車業界の最新事情です。はい、今日も楽しく料理しましょう、チングル。日本の中華料理のおじと言われる陳万義先生の中華で先生。今日は回鍋肉です。回鍋肉どう書いて回鍋肉。先生、ご丁寧にありがとうございます。とんでもございません。昔中国の偉い偉い人はいた。孔子様ですか。孔子か孟子か正子か暗子か、その辺は定かでないが大した違いはあるぞ。とにかく偉い人は偉い人も正子からか暗子からかどっちからかできた。だから孔子も孟子も正子も暗子も同じということが言える。こういったかもしれない、忘れもしない私を奮起させた素晴らしい言葉の一つ二つ。二つ、なんておっしゃったんですか。料理というものは後合わせだ。じゃあそろそろのお料理の方お願いいたします。はい、回鍋肉のテーマソング歌えばすぐにできる。いいか、見ておけ。はい。ああ憧れの回鍋肉。すごいですね先生、見事に出来上がりました。ダンキー先生。お前は見てるだけでも楽しめるな。足をかけ、足を足をかけ。ダジャレもいいとこですよ。ハワイコーロですから、ホイコーロじゃないですから。ホイコーロ、ハワイコーロ。ダンケシェシェってどういうことですか。ダンケシェシェ何人なんですか、チンさんは。日本ドイツ系中国人。そうですね、複雑なことになりますけど。さて、絶好調のびっくり業界伝説、先週ですね、 E メールからの情報で大変に盛り上がりました、鉄道に関するさまざまな日本一シリーズ、駅名だどうだという話になりました。鉄道ファンは相変わらずいるんだよね。熱いです ね、 ですね、本当に。で、私もですね、まあ、元鉄道マニアの友達がいるということで、僕じゃないんですけれども、これは放っておけないということですね。今日はこちらの業界の最新情報に迫ります。なんじゃ。国土交通省の調べによりますと、平成12年度の JR と私鉄を合わせた1年間の電車の旅客数は延べ216億5000万人。これは1日におよそ6000万人が電車を利用している計算になります。明治5年10月14日日本で最初の電車が新橋から横浜までのおよそ29キロを走り抜けてからおよそ130年、さまざまな歴史を乗り越え、日本の鉄道は世界一時間に正確な鉄道として人々に愛されてきました。常に少年たちの憧れの職業であった電車の運転手さん、この平成不況の中、昨年の京王電鉄の就職採用者数は23名、小田急電鉄に至ってはわずか1桁と狭き門となっています。今日の業界伝説は、夢と希望を乗せて今なお走り続ける鉄道業界の裏側に迫ります。いいね、鉄道業界。はい、もうタモリさんにとってはもうこれはもうお箱中のお箱という感じです。鉄道の裏の裏まで知り尽くした男。そうですね、機関車の裏にもただの裏側好きじゃないですか。何でも裏好き。裏好きだよ。裏好きだよって笑わないでください。まあ、鉄道と言いますと、裏好きしろ。違う、裏好き。はい、裏好きじゃない。明治22年に東海道線が開通しまして、それからですね、まあ、大正14年には山手線の神田上野間完成ですとか、昭和2年には初の、地下鉄開業という形でですね、まあ、いろいろ古いんだね、地下鉄はね。古いですね、こう考えますと。最近地下鉄乗ってないけど、あれあるのかね、こう電気がとことん消える地下鉄なの。あれはもうない。あれね、外国行ってるし、どっかで走ってるらしいよ。へえ。丸の内線がブエノスアイレスで再利用されたりとかはありますけどね。そうなんですか、ブエノスアイレス。そう、地球の裏側に行っちゃったりしてるんですけれども、まあ、そういうですね、いろいろ遍歴がありまして、昭和39年には東海道新幹線が開業したり、オリンピックの年だよね。そうですね、
まして、で昭和57年に、青春18のびのび切符、まあ、今の青春18切符ですね。知らない。知らないんですか。もうこの辺になると知らないのかもしれない。ね、切符なんか興味ねえ。セールしてるんですか。そんな。あんな裏側の茶色なんか切符じゃねえや。ピーッと通すやつなんか。スイカとか。あれやっぱこうカチッと切らなきゃいけないんだ。あの切符切るのすごい憧れましたよ、ね。憧れました。子供の頃ね。切符切り。ちゃっちゃからっちゃって、そうですね、ちゃっちゃからっちゃって、そうそうそう、すごくリズミカルに上手だったですよね。切符も熱くてこういっぱいないとね。そうそうそう、はいはいはい、ここにカスが溜まってるんですね。そうそうそう、切ったね、カスがね。今の切符のポケット入れてどこ行ったか分かんないもんね。はい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 、領収書と一緒に出てきたんだけど折り曲げちゃダメだとか、あんな薄いもの折り曲がるよ。頑張って簡略化、スリム化してきたんですから、うん、スリム化が何でもいいってわけじゃないよ、スリム化が、まあ、まあそうかもしれませんけど、何でも一緒に書いちゃう、乗車券、特急券なん全部一緒にしてあるんだよ、ダメだよあれ、うん、そうですね、あれ旅の重みがないよ、でも分けてこれが乗車券、これが特急券、指定券という分けてないとダメなんだよ。面倒じゃないですか、その3つも4つもあると。旅なんつうのは面倒の積み重ねみたいなもんだから。さっきは旅行には出るなとか近所の近場でいいとこたくさんあるからとかおっしゃったのに。でそのですね、まあ、電車に、タモリさん、まあ、鉄道業界も電車にも詳しいということで、まあ、一つ、ここで確認で、はい、よく電車の、窓の下あたりにですね、うん、クハネ、5833というふうに書いてあったりするんですけれども、うんうんうん、これどういう意味かっていうのは玉井さんもうご存知ですよね。あ、電話番号ね。どう、クってどうやって押すんですか。歯とか。あ、え、3のとこクって書いてなかったあれ。ご存知ないですか。それは携帯電話ですよ。携帯電話か。わざわざ型変換とか押してから押さなきゃいけないです。知ってますよ、はい、まず最初のクっていうのはクドじゃん。はぁ、さすがですね。クドじゃん、クドじゃん、まあ運転席あるってことですよね。あ、そうです、車両には、はい、これ最初の一文字目っていうのがその、まあ、電車の構造ということ、構造構造構造、ね、うん、まあ、駆動車が駆で、モーターがついてると、電動車モーター付きのモ、そうです、駆、はい、モーター付きのモ、はい、大体駆、駆モっていうのは少ないんだよね。駆動車大体モーターついてないやつが多い。そうですね、そう言われると、うん、あ、そうなんですか、うん、あでもありますよ、駆モ、雲もありますよね。雲あります。雲。そしてまあ、それ両方、運転席とかモーターがついてるものを、ありますあります。これを一時で表すと、たまに。え、なんですか？一時で表すと。何がですか？いや、くとかもっていう略形で言って、うん、最後にそれが両方違う車両もありますよね。違う車両。あ、何もついてない。何もついてない。あ、さですね。さすがです。すごい。いや、ドキドキしましたよ。詳しすぎます、即答しすぎです。そうそうそうです。そうですね。これなんでさってよくわかんないけど、まあ覚えるにはサンドイッチみたいに挟まれて何もついてないですよってさ、さというふうに覚えた方がいいですね。あ、なるほど。これわかんないんですよ。なんでさなのかよくわかんないんですよ、ね。これセンター試験出ましたよね。センター試験もちろん出ましたよね。これ出ましたね。これセンター試験。そうなんですか。あ、そうですね。はい、で先ほどの例題でいきますと、くはね、この2文字目のは。まあね、羽根ですね、これ。羽と根。根は寝台車のことですね。そうですね。大体ね。正解です。はい。で、寝台車には2つあって、羽根と根ロっていうのもあるんですね。おー、すごい。おー、ロあるんですよ。ロ、はい。で、寝台車は大体ね、何もついてないんで、サネロっていうのが多いですね。サネロ。おー、はい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 。サネロっていうの。これ今、ロという単語が出ましたが、これがグリーン車を。あれはカタカナ。そうなんですか。グリーンの昔で言う一等身だよね。さ、ネロ。はいはい。そしてそのハというのがこれが普通車。普通車です。はい。へえ。ハ、はい。これもよくわかんないね。ローがなんでグリーンなの。そうなんですよね。うん、そうですね。ハが普通なのかよくわかってないんですけど。他は大体頭文字ね。そうですね。ネルだから、まあ寝台車。そうね。でまあ、他に参考までに言っておきますと、湯が郵便車ですし、2が、荷物車、そして市が食堂車、食堂車だいたいそれで頭文字だったんだよね。そうですね、これがよくわかんない、ね、ロとハがわかんないですね、はい、貨物車にはまた違う、ワムとかね、ワワム、それどういう意味なんですか。ワゴン、ワゴン、貨物の和がついてる、はあ、屋根があるのかないのかというのもあるんですね。はいはいはい、無って何ですか。無外車、つまり屋根がない。ワゴン、貨物の屋根がないのワゴン。へえ、そうなんですか。
なんですか。ワムのホワイトクリスマスやね。なんありましたね。ワゴン車ですか。屋根なしの。あれは屋根なしのワゴン車でずっとツアーしてたんですよ。ツアーがないと。ツアーしてたんですか。それでワム。なるほどなるほど。ちょっと今日は勉強になるな。そうです勉強で。はい。じゃあですね、現状、今どうなってるかと言いますとですね、今あの女性車掌というのが増えてきています。女性車掌多い、あの乗り換えの案内とか女性多いですよ。あ、そうなんですか。多いですよ。新幹線なんかも多くなりましたね。そうですね。現在の山手線では8名、そして京王電鉄の方では3名いまして、井の頭線の2人というのがですね、これメガネをお二人ともかけていらっしゃって、メガネっ子というホームページで熱くこの方々がファンクラブができているという。そうなんですか。はい、メガネをかけたのが2人。2人いて、その2人ともメガネかけてる。そうなんですよ、この。はあ。目を、なの558。違います。どうかしないでくださいよ。車掌にはないです、番号は。メネロ。なんだお前。メネロ。グリーン、グリーンとかいろいろ出てくるんだよ。メネロ。我々はそうやって全部あの暗号で話してますから、ね、鉄道ファンが。そうなんで電車内でやってるんですか。昨日メガネの女と寝た。寝ろ。やだな。酒場とかでそういう話してたね。という形であの女性の車掌も増えてきたということになっていまして、じゃあその車掌になるためにはどうしたらいいのかと言いますとですね、JR 東日本の場合は昨年1194人の方を取りまして、その中で967名が鉄道事業というところに配属されまして、まあ、残りの方は総務部になるんですけども、各駅でまず現場の業務で経験を積むと、試験を受けて合格するとなれると。大体まあ早くて2年ぐらいはこの車掌になるにはかかると。大変なんですね。結構 JR 貨物の方じゃあの、はい、女性の運転手誕生しましたね。貨物でできたんですか。貨物 JR の貨物の方が。そうですか。女性の誕生しました。その人はなんか記号番号あるんですか。カネロ。カネロじゃない。貨物の貨です。カネまた寝ろってまた寝てるじゃないですか。寝っぱなしじゃないですか。女性運転手社長と。運転されたい。というまあ状況になっていまして。あとですね、これまあタモリさんもご存知だと思うんですけれども、地下鉄の車両とそれ以外の電車の車両の決定的な違いというのがありまして、これどういうのかご存知ですか。日焼けしないんだよね地下鉄。ああそうですよね、ずっと地下で、でも時々地上に上がるのもありますよ。すぐ潜っちゃう焼ける前に潜っちゃう、これ地下鉄の路線によってもう違うんですよ、地下鉄の場合は。はいはいはい。あれはね、上のパンタグラフから電気取り集まれば、はい、あの線路の横についてるレールから電気を取る方式のやつもあるんですね。へえ、うん、そうなんですか。うん、銀座線かな、どっちかはそっちで取ってますよ。丸の赤いのは丸の内か、赤いですね。ですからその路線は私鉄が乗り入れられないでしょ。銀座線はそうですね、まあ、銀座線もそうです、丸の内線そうですね、構造が全然違うんですよ。そうなんですか。こう回答が別にあったんですけど、そういう違いもあるんですね。それとまあ地下鉄の場合カーブが非常に急ですからね、普通の、車両だとなかなか難しい、点があると。じゃあ車両もちょっと違うんですか。乗り入れてますから同じですね困らないでくださいよ、自分の論を展開しておいてまあ、そういうあの電気の取り方という違いもありますし、あとあの地下鉄の場合はあの地下で閉じ込められた場合、まあ、事故とかですね、停電とかあった場合用に、電車の、まあ、ちょうどおか顔の部分ですね、そこに必ずドアをつけておく。正面にドアがないとこれは走ってはいけないと。正面、安全基準向上とかもね、脱出しなきゃいけませんから。そうですね、というまあ違いもあったりとかですね。あとですね、最近あのやはりテロ事件の後で電車での旅行を楽しまれる方が多くなってきたということで、高級個室寝台列車というのがだんだん増えてきてますね。それね、そうですね、これがあの例えばですね、トワイライトエクスプレス、これ大阪と札幌の間を走るんですが、スイートルームというのがありまして、これあの2名様で、89,620円と。あれが取れないんだよ、あの東京札幌。あ、そうですよね。ですか、北斗星、北斗星です。北斗星の人気ありますよね、あれの一番最高尾に、一番いい部屋があるんです、これも取れない。あ、デラックスってやつですよ。デラックスこれ取れないんですけどね、どうやら上りは取れるんですよ。ああ、そうだ、これ考えても分かんない、夜行ですからね。ちょうどね、青函トンネルを越えて北海道の入る頃に夜が明けてるんですよね。で、あの大沼の綺麗なとこ通って、はいはいはい、
札幌に着くわけですね、午前中に。ああ、もう景色が最高なんですね。ところが上りは、夜中札幌出まして、真っ暗いうちに大沼の漆黒の闇を通りまして、はいはいはい、それでずっと来て、うん、そうさな、どれぐらいか福島ぐらいから夜が明けるんですか。なるほど。あ、すぐもうあのね、宇都宮とか、はいはい、ああいうとこをそうわーっとそのパノラマで2人でこう見ても数キロの人がいますから、餃子の町宇都宮とか餃子の町宇都宮撮ってもそれはということで、あれは上りは取れるんですよ。ああ、そうなんですか。じゃあ往復で乗る方はあまりいらっしゃらないんですね。いないんです。そうですね、行きだけ行って景色を楽しんで撮れないです。これ、ね、強力なコネ使ってもダメですね。撮れないですね。使おうとしたんですか。使おうとしたんですか。普通に流しましたけど水分動かしたんです。でもまだ乗ったことない。勘弁してくれってことでした。あ、そうなんですか。恐るべし北斗星、小泉くんが近所の小泉さんじゃないでしょうね。小泉長一郎、長一郎とか言わない、純一郎さんにしてください。さあ今日はですね、そんな、タモリさんにですね、もっと電車を愛していただきたいということで、番組からプレゼントを聞いてきてご用意しました。まずですね、こちら JR の時刻表。はい、ありがとうございます、はい、これいつのやつ。2月版です。あ、ちょうどよかったら買い替えなきゃいけないと思って。買い替えなきゃいけないと思って。少しずつ違ってるからな。そして、こちらがですね、ザ・私鉄電車というですね、私鉄電車を、全国的に取り上げたやつで。あ、いや、ちょっともう今日鉄道業界本当恐るべしという鉄道業界、ということで分かりました。またあの次回改めて、うん、ずっとやろうか。いや、ダメです。今日の業界伝説は鉄道業界を取り上げました。